サンスターオーラ2モーニングインサイト。 This program is brought to you by サンスターオーラ2。さあここからはあらゆる世界の本質に迫るサンスターオーラ2モーニングインサイト。今朝は男女間の異性への意識にインサイトしていきますよ。お迎えしたのは今勢いになるピン芸人横澤夏子さんです。横澤さん、おはようモーニングだ。おはようモーニングです。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。横澤夏子さん、はい、現在25歳、はい、音楽の先生を模したネタ、ね、ご覧になったことがある方も多いと思うんですが、去年テレビ番組のモノマネグランプリで優勝してブレイク。わ、ありがとうございます、ね、今様々なメディアに引っ張りだこの女性芸人の一人で、2016年さらなる期待が活躍逆じゃないか、さらなる活躍が期待されております。ありがとうございます。そんな日もあります、ね、そんな日もあります。ありがとう、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、去年モノマネグランプリ優勝、はい、もう一気に忙しくなったんじゃないですか。いやいや、そんなことないですよって言いながらにやけちゃうんですけど。やっぱりね。いや、ありがたいですね。いろいろすごい反響でして、うん、もう私ツイッターやってるんですけども、もう全然あんまりメッセージがなかなか来ないんですけども、その時はもう止まらないんだけどみたいな感じで永遠にリプライを見てられましたもん。いろいろお褒めの言葉をいただきありがたいですね。まあ、でも改めて聞きたいんですけど、はい、そもそもですよ、はいはいはい、芸人の道を目指したきっかけは何だったんでしょう。ただの目立ちたがり屋だったんですよ。でも小中高ずっと生徒会長やってまして、もう本当に男子に嫌われる女子もうすぐ男子のこと注意するみたいな、静かにとかって言っちゃう女子だったんで、はいはいはい、やっぱ嫌われてたんですけど、でも前に出たいみたいな、はい、その延長線上でなっちゃったんでね。あ、じゃあ結構リーダー格だったんですね。そうなんですよ、リーダーぶりたいというか。でもそことまたお笑いの世界ちょっと違うじゃないですか。そうですね、全然違うんですけど、でもやっぱり人の前で喋るっていうのが、うん、やっぱりあのみんなに私のことを覚えてもらいたいっていうのがすごいあったんですよね。だからわざと先生のところ行ってバレンタインあげたりとか覚えてもらうために、まあ、内申点のためもありますけど下心満載じゃないですか。あ、そうなんですよ。あざとい人間なんです。でもこの笑いを取ることの快感っていうかね。あ、でもそうですね、いろいろ共感してもギリギリのラインの、似てるか似てないかのラインを私はやってるので、いるかいないかのラインなんで、すごいそれは笑ってくれると、あ、やっぱり周りにもそういう人いるんだっていうので共有できてすごい嬉しいですね。いや、あの横澤さんの代表的なネタの一つ、音楽の先生。 ありがとうございます、ね、設定は誰もが経験したことのある合唱の練習、はい、こうしたネタが生まれるヒントってどこから出てくるんですかね。そうですね、でも小中高の歴代の音楽の先生を混ぜ込んで、うん、でそれで友達とカラオケに行った時に合唱曲私大好きで歌うんですけど、全部のパートを歌えたんですよ。で私だけじゃなく友達も歌えて、あ、合唱やってたらこれできるよねっていう、ただ授業を教えてもらってただけなんですけど、みんなどのパートも歌えたんで、ああ君に君に若い若いとかってずっと歌ってたんで、それが楽しいねって言って、あ、これネタになるかもしれないと思って。へー、やっぱりこう人と人がこう、ああそれあるあるよねっていうところだよね。そうですね、大体私はお友達にネタ見せしますんで、はい、始まる、こういう人いたんだけどって言って笑ってくれたら、じゃあって言ってネタになってくるみたいな。あの他にもね、横澤さんのネタ、はい、誰もが出会った経験したことがありそうな、はい、そういった人をこう模写すると。あ、ありがとうございます。これがピカイチなんですけど。嬉しいです、例えばあのネットでもね、はい、あの皆さんご覧になれるものもあると思うんですけども、はい、揺れながら喋る美容師さん。ありがとうございます。揺れながら喋る美容師さんもラジオで絶対伝わらないっていう状態になっちゃいます、ね、揺れてるみたいな。そうなんですよ、はい、あとね、あの私のお友達なんですけれども、悪口を言わないと言って言う女っていうのもいるんですね。あ、どうなんでしょう。いや、あの私さ、悪口とか意味わかんないから言わないんだ。でもミカちゃんってめっちゃ悪口言うじゃん、気持ち悪いよね。言ってんじゃんみたいな。言ってんじゃん、最後に言ったよね。そうなんです、気持ち悪いよね。そうなんですよ。あと無駄な許可を取る女って思いまして、あ、どうなんでしょう、そろそろ私も幸せになっていいよねね、ダメですってよく言うんですよ。結婚式の帰り道とかみんなそれ言うんですよね。お友達でいるよね、そういう人。そうなんですよ、そういう会話してる人もうめちゃくちゃ多いんですよ、カフェとかで。そうなんです、カフェとかで。でさらにもそういう人たちはもう大体肉あるよ、取ってきた方がいいよとか言って、もう二次会で大体自分の肉ばっかり気にするっていう。そうなんです。私食べ放題のレストランとかめちゃくちゃ行くんですけど、食べ放題のレストランで食べ過ぎた女っていうのもいるんですね。どんなんでしょう、はい、ね、見て妊娠しちゃった
8ヶ月ぐらいかな名前スタミナ太郎にしようかなっていうありがとうございます。あ、嬉しい。拍手いただきました。いやでもこれ日常会話の中に、はい、もし横で聞いたらプッと言ってしまいそうな、しかもでもこれを研ぎ澄まして洗練させるっていうね。そんな嬉しいです。やっぱりこれは横澤夏子さんしかできない。いや、ありがとうございます。いや磨いていってますね。いや褒めていただいて嬉しいです。さあこの後は芸人としてブレイクした横澤夏子さんが今人生をかけて取り組んでいる活動迫りますよ。サンスターオーラ2モーニングインサイト。サンスターオーラ2モーニングインサイト。今朝は勢いに乗るピン芸人横澤夏子さんをお迎えしています。ありがとうございます。いや横澤さん、はい、もう反響がすごいですよ。本当ですか。ジェイミー番組のホームページこれねカンクン来てます。すごい洞察力だ。感性と洞察力、スタミナ太郎に反応してる人もいますけどよく行く方なんですね大好きですから私現在バラエティ番組などでもう大活躍中ですけども、ありがとうございます。横澤夏子さん実は、はい、プライベートでは婚活の真っ最中と。本当そうですね。年間で40回ぐらい行ってると。でとうとうご自身でも主催してると。そうなんですよ。年間40回行って、まあ通算多分100回ぐらいになっちゃいまして、21歳の頃から今4年間かけて行ってるので、はい、そうなるとですね、もう自分が MC でお仕事させていただいた時にいろんなところに目がつくんですね。でこのテーブルとか本当良くないと思いますよとか主催者にすごい生意気ぶって言ってたらもう会議から参加してくださいって言われて、うん、横澤夏子プロデュース婚活パーティーがこの間ちょっと高級旅館の方で新潟の方でありましてそうなんです。20組中10組ぐらい半分ですね、ええ、カップル成立したんですよ。成立。そうなんです。ただ人の幸せばっかりちょっとお届けしまして。そうだね、自分の幸せがっていうのが拍手止まっちゃいました。止まっちゃった。その時には成立しなかった。そうなんですよ。成立はしないんですよね。 なかなかいろんなことをやっぱり。どういう男子がいいの。あ、どういう男子は本当にいいお父さんになりそうな人がすごい好きなんですよ。ただいいお父さんになりそうな人ってもうお父さんになってるんですよなるほど。もうその時点でもう失格でして。なかなかいないんだな。そうなんですよ。だからもう変なところにばっかり目がついちゃうんでそっか。でももう婚活してたらまたさらに人間観察力がね高まって。まあそう、いやそういうことじゃないんですよ。私はもうガチで行きたいので。ガチで行ってるけれども観察しちゃうんだと思うよ。そう、なかなかねいい人がいなくてですね、はい、そうなんかすごい取り分けてくださったりとかする方がいらっしゃるんですけど、はい、お料理とか。ああ、お料理とか取り分けるときによいしょよいしょっていちいち言うんですよ。誰それ。もうその男性ですよ婚活パーティーで出会った方その人なんでこんな普通に軽いサラダとか葉っぱなのによいしょよいしょ言うのみたいな。あ、面白い。自分は配ってるぞっていうのを分からせたいとか。あ、そうなんです。あと英語の先生もいらっしゃって、例えば、じゃあ英語ペラペラなんですかって聞いたらペラペーぐらいかなとかって言ってクソつまんない男とかもうやめてよみたいな。いるねそういう人。いるんですよ。ペラペラじゃなくてペラペーぐらいかなって。そうなんです。あと馬の調教師さんもいらっしゃって、いろんな業種の方いらっしゃるんで。え、婚活に。そうなんですよ。馬の調教師さんって言って、私馬年なんで、え、私馬年ですとか言ったら調教しましょうかとかって気持ち悪いとかって思ったりもうダメなんですよ本当に。ダメな男ばっかり来られてそれがなんかサロンの記事の男もいたって。そうですそうです。テロテロのサロンの記事を着てくる男はもう要注意ですビリヤードがすっごい下手もう後ろから打つのに全然当たんないんですよ。なんでかっこよく後ろからこう打とうとするのみたいな。あ、背中越しにこうやるやつね。そうなんです。背中越しからこうやって打って、うん、まあ、やらなきゃいいのにね。ビリヤードパーティーで出会ったサロサロのもうテロテロの男って呼んで要注意なんだな。要注意です。あと白いパンツの白い太めのズボン履いてる方も要注意なんですよ。なんでですか。成金が多いんですよすごいね。上から来るんですよ。めちゃくちゃ上から来て、ええ、もうなんか握手とかもすごい上から来ちゃうみたいな。え、どこでいつもなんかテキーラを本当手の甲で飲むやつみたいな本当にいるね。いる。本当にやばいんです。これ朝あんまりお話ししたくないですけど、テキーラのお話なんて、うん、本当テキーラ上等みたいな最初の乾杯からテキーラだよねって言って、はい、親指と人差し指でこうやって掴むみたいな本当やめてほしい。もう俺ライムなくてもいけっからみたいな。もういや気持ち悪いよみたいな。そういうもうやばい男ばっかりいるんですよ。辛い。もう笑いのつもり。いやいや、あまりにもいすぎてね。いや本当ですか、うん、ね、大丈夫。うちの JWAVE のプロデューサーはそういうタイプじゃないかな。チャラくないですか。大丈夫ですか、ね、違よかった。白いズボン履いてないですよね。あ、よかった。危ないギリギリもう
今後ますます活躍が期待される横澤夏子さんですけども、ありがとうございます。今度の土曜日ですか、3月5日に単独ライブを開催、はい、そうなんです、ルミネ座吉本で私の単独ライブダントツがあるっていうのがありまして、はい、新ネタ10本下ろしますので、新ネタ10本、そうなんです、ぜひお越しくださいということで、楽しみですね。です、前売り券は残念ながらソールドアウトということ で、 当日券がそうちょっといっぱい出ますので、ちょっといっぱいという感じで、ちょっといっぱいどっちっていうところありますけれども、当日券が数枚は出るということで、並んでいただけたらね、はい、ありがたいということなんですよ。ぜひお越しください。いやもうすごいです、もう番組のホームページの方にめっちゃ面白いとかね、嬉しい、ツボにはまってますって、はい、こういうこと言うことによって、その男性もちょっと自分のこと見直して、うん、テキーラは手の甲で飲まないでおこうとか、そういうことをちょっと思ってほしいですよね。やっぱり初対面で出会った女性にそういうチャラい感じで見させられちゃうと、ちょっとこっちも緊張しちゃうので、わかるわかる、さあ、はい、気をつけよ気をつけようだ、やば嘘だもしやもしや、ぜひ皆さん、ソールドアウトですけれども、若干前売り券が出るというね、はい、あ、前売り券じゃない、当日券が出るという、はい、3月5日単独ライブは、ルミネ座吉本でございます。はい、そうです、ダントツがある、はい、ダントツです、ダントツになりたいということで名付けさせていただきましたサンスターオーラツーモーニングインサイト、今朝は勢いに乗るピン芸人横澤夏子さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。